りだね。はい、何です？元気だね。いい感じだね。いい感じだね。クエスト達成、やったね。いい感じだね。いい感じだね。まあまあかな。今週はレースがあるよ。気合十分だね。いい感じだね。はい、何です？一番人気だね。ただいまより投票受付を開始します。
世界各国のダート校舎たちが集いました。果たして砂漠の覇者となるのはドローンまでやりましょうか。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。果たして先頭に行くのは。先頭に立ったのは8番エピファネリア。カリフォルニアクロームが並んでいます。プリンスビショップが上がってまいりました。1番カタノアメリカル。その外に4番北方ダルマエ。9番サイドグランス。その後ろでやりましょうか。2番アフリカンストーリー。7番ロングリバーリー。ここにいたキャンディーボーイ。今日は最後尾から。さあ先頭の方はどうなっているか。先頭行くエピファネイア2馬身リード。これを追って5番プリンスビショップでやります。前での競馬カリフォルニアクロームとエスピノ騎手。ここにいたカタノアメリカン。大舞台の重圧を跳ねのける力がこの馬にはあります。北方タルマエがその後ろ。9番プロイバタイサイドグランス。そして内からはアフリカンストーリー。その外ロングリバー。そしてもう一頭10番リー。一番後ろにキャンディーボーイであります。先頭は依然として8番エピファネイアプリンスビショップ。そしてその外に3番カリフォルニアクローム。場内がドッと来ている。場内がドッと来ています。カタノアメリカンが4番手といったあたり。エピファネリアが抜け出した。ムチが飛んだ。竹豊とカタノアメリカン。カタノアメリカンが3番手。このあたりでカリフォルニアクロームがかわした。カタノアメリカンかわしたかわした。外からカリフォルニアクローム。先頭は1番カタノアメリカン。間から懸命に10番リー。カタノアメリカン1着ドバイワールドカップ。勝ったのは1番カタノアメリカンだ。馬がレースから帰ってきたね。いい感じだね。いい感じだね。クエスト達成、やったね。何です？